さあ、前回のパート、見知らぬ女に嫉妬で殺された童貞歴イコール年齢の俺が続きからやっていきます。そうです、アプリがこんな感じで分かりにくい状態です。確か前回セーブしたところってさ、これ今で来ない、どっち選んでもいいと思うんやけど、とりあえず来ないでくださいって言うとこ、とりあえず言うとこ。だって来られたくないもん、殺されちゃうもん。で、送信終わって戻ったらこうラインが来て、これがめぐみちゃんっていうなるみちゃんの友達だったみたいな。で、拾ってみた、拾った人ですよね、ごめんなさいで連絡取りやすさで、これまだですって選んだら、昨日じゃないわ、前回のパートをやられたけ無視なあかんわけです。そしたらメール来た。止まらない、止めることはできない、だからうわあ、ちょっと全部読ませて、全部読ませて、成美ちゃん、せめて全部読ませて。止まらないは分かるけどさ、アンストッパブルはいいけどさ、アンストッパブルは。もしもし。もしもし。はい、もしもし。貞子みたいな喋り方しやがって。メリーさんか、お前はメリーさんか。今、向かってるよ。マジか。あ、ちょっとごめん。ちょっと、バイトの予定入ったけどさ、ちょっと会えんのよ。ちょっと混んでこられる？混んでくれる？バイトの予定、来た！あ、メホロちゃんや。どれどれ？ごめん、落ち着いて聞いて。絶対に家から出たらダメだよ。あ、みほろちゃんにも無視できるんじゃ。いやでもみほろちゃん女の子だろ。じゃあ無視しとかなあかんのじゃない。で、無視したけん戻ったらメールこん。ってことはこっちから返信しなあかん。なんか渦巻いてる。こらー、お前一方通行やめろ、一方通行。いや、向こうから送ってきようくせに、何お前一方通行したんだよ。アクセラレーターやめろ、アクセラレーターもう。学園都市第一位やめろよ、お前。こっちから送らせてよ、もう。まさかこれ、みほろちゃんだと思っとったけどさ、みほろくんだったりするね、これ。男だったりするん、これ、もしかして。嫌やな、だとしたら、みほろくんだったら嫌だったな。前回のパートあたり、俺、みほろちゃんと結婚したいとかまで言ってしまっとったもんなに、ね、それなのに男の子だったみたいな話、嫌やな。これで無視してさ、ヤンデレ、なるみちゃんに殺されんかったらさ、男ってことが嫌やな。あ、無視しちゃった。ちゃう、こっちこっち。何か分かったんですか？知らない方がいいと思う。ん？今すぐ警察に通報して、不審者に追われているとか、とにかく何でもいいから。守ってもらえるはずだよ。それまで耐えてくれれば。窓が大丈夫？割って入られたりしないでもいいけど。携帯は黒回りしといてね。何かあったらすぐに連絡して。みほろちゃんが本当に上司みたいな感じじゃん。何かあったらすぐに連絡してって、もう完全に上司やん。直属の上司やん、これ。出張か。俺出張で行ってんのか。てか、みほろちゃんに、みほろちゃんに返信、ちゃんと返信しても、なるみちゃん襲ってこんかったんやけど。え？本当にみほろくんなん、これ。みほろちゃんじゃなくてみほろくんなん。うわぁ。ちょっと俺そっちの方がショックなんですけど。なるみちゃんに襲われんで済んだっていう安堵感よりもショックの方がでかいんですけど。わかりました。いや、俺どうにかして、ね、選択肢2にさ、あなた男なんですかみたいな感じで聞きたいわ、俺。失礼でもいいけど聞きたいわ、俺。ごめん。いつも、実は男なんだけど。ねえ、聞いておきたいんだけど、君はどこに住んでるの？ちょっとグイグイ来た。男だと分かった瞬間、ちょっとグイグイ来たんやけど、お前。男だと分かった瞬間に、ずっとグイグイ来る、やめて。もう男で分かった瞬間で、俺らの関係終わりにしたいんやけど。しかも、どこに住んでるのって、会って、話し始めて間もない人に聞く？え、これ。まだ無視するの、やつあるんじゃ。教えたらやばいんだよ、これ。みほろちゃん、もしかして、どこ住み、てか、LINE やってるの人だったりするんかな。え、どうすればいい？どっちがいい、これ。とりあえずセーブね。人生にセーブなんかあったらたまるかっていうぐらいやけど、セーブね。これ、教えた方がええんかな。
男だと分かってもなんだかんだでみほろちゃんた、みほろくん助けてくれよもんな。教えといた方がいいかなこれ。何々県シャーマ銀まあ、いや、そっか遠いな。会いに来ようとしてるなお前。ワンちゃん俺を相手にしようとしてるんじゃないだろうな。もしかして、いやメール来た。あのさじゃないよ、メール来たんよ。あメール来たん。怖いこと言うなお前。やめろ。電源切れた。メールメールメール、それよりメール、メールはメールはてかゲーム切れたんやけど。ちょっとゲーム終わったんやけど、ちょおい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 、ちょっとゲーム終わった。ゲーム起動し直す、起動し、え、ちょっと待って、ちょっと起動しやしたゲームがちょっとリアルの方に映ってる。え、スマホの話じゃないの、スマホの話じゃなくなった。ちょっと後ろにおるって、ちょっとやめて、ちょっとやめて、後ろ振り向いたら、ま、振り向いたらあなたとか、そういうやめて。え、後ろおんの、後ろ振り向いたら本当におるとか。え、なんだ今が、今窓雨が降っているとか、アパートの2階なので、ここから誰かが入ってくるのはないだろう。カーテンは閉められている。あー怖い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 。そのまま壁見る。停電か。部屋の電気はつけていたはずだが真っ暗になっている。なぜ気づかなかったのだろう。いや、そういうところの余裕はないもん。それはこういうところの余裕はないもん。スイッチをオフ。いや、あ、んまあオフにしとこうか。で、サイドオンにすればいいんちゃうこれ。サイドオンにしとけ。なんもオンにならん。なんもオンになれない。いやセーブ。お、雑誌とか紙くず。机は、ああ、コンビニ弁当とか。一人暮らしなんじゃ。うん、早く奥さん見つけてさ、結婚したいな。知らんかな。ベッド、ビール、あ、成人しとんじゃ。娘の服とビール。え、開けたらなんか起きそうな気がする。ああ、窓開いとんかい。目に飛んできた。あ、雨が降ってくるんじゃなくて、洗濯物取り込む暇あるか。アホか。あ、こっちにもあるんじゃ。え、洗濯肢ここもあるんじゃ。なるほどね。ああ、なるほどなるほどなるほど。台所とかトイレとか一挙暇あるんか。ちょっと用途していきます。これ便器開けた瞬間でさ、ナルミがドーンって出てきたら面白いなこれ。トイレットペーパーホルダー買ってこないと用が出せない。知らんがな、もうこの際何でもその辺の紙でいいやろうが。別にトイレで大事に来たわけじゃないけどさ。タオルハンガーどうすればいいんだこれ。風呂、浴槽、はいはい、置いた木もうやっとくか。なるみちゃんが来てない時にワンちゃん、ちょっとお風呂入っとってぐらいのこと言えるかもしれないけどな。よっしゃ、一風呂浴びるか。お前が浴びるんかい。気は紛れるかもしれんけど。脱いだ服を洗濯機に放り込んだ。回しとこうか。電気はつかないのに洗濯機は使えるらしい。おかしな話だ。追いたきボタンを押してシャワーを浴びた。あ、あぶ、ふう、なんとか気持ちが落ち着いた。少し状況を整理してみるか。やったー、なんかやったー。これやったやつじゃなんか知らんけど、適当にやっていったら本当にや、なんかなんとかなったやつだよこれ。帰り道で偶然拾ったスマホ。持ち主の名前がナルミということだけは分かっている。おかしなことに SNS やアドレス帳に登録された人物たちはみんな、なるみの存在を知らないようだった。あれ、みほろちゃんのことは、みほろちゃんを知っとるみたいなこと言わんかったっけ。なぜだろうか。え、本当に知らん、いや本当に知らんのちゃうんこれ。そりゃ あでも一人さ、みほろちゃんを知っとったみたいなことに言おったけど、覚えてない。もしかして唯一やりとりができたみほろという人物は高校の時の同じクラスだったと言っていた。電話に出た人物ももしかしたらナルミの同級生だったのかもしれない。印象が薄く目立たない生徒だったなら、皆の記憶になるのも納得がいく。次に気になるのはミホロだ。ナルミの存在を知っている数少ない人物であり、
混乱しているこちらを気遣っていろいろとアドバイスしてくれた。心の相所だったのは間違いない。信用してもいいはずだ。できるかな、住所教えちゃったけどできるかな。そういえばミホロとのやりとりの間、何度かメールを受け取った。やっと返信できたとは思ったら、ろくに会話も続かず電源が切れてしまった。この送り主は、え、向かっている人物イコールナルミじゃないこれ。いや、送っとる人物だろ。そう考えるのは妥当だろ。そりゃそうだろ。他の女と話せたということは向こうも女性に違いない。次に今この家を探している人物についてだ。やつはナルミのスマホの居場所を GPS 機能によって把握できる。つまりナルミとは確実に知人関係にあるわけだ。非通知で妙な電話をしてきたのもこの人物だろうが、正体は、あ、何これ、もうやめて。ナルミとは確実に知人関係で GPS によって把握、無通知で妙な電話をしてきたのこの人物だろうが、正体は、いや、これ住所聞いてきたし、ミホロちゃんじゃないこれ。ミホロくんか、今は。今になってはミホロくんか。ありえない話、ありえないのかい。なぜミホロは SNS で何も知らないふりをしながらメールや電話をよこしたんだ。いらずにしたのに手が込みすぎているし、周りくどいでも程がある。しかし、ああしていかにもな。アドバイスをよこしながら無関係を装っているのは逆に怪しいという見方もできる。現にこちらは完全にミホロを信条し頼りにしている。それこそがミホロの目的だったとするなら、そうだ、ミホロにだって十分に怪しいのだ。あんな場所にスマホを置いておくということは、特定の人物をターゲットしたにしたわけではない。偶然にもそれを拾い、自宅で電源を入れてしまった。この自分が不幸を被る結果となったのだ。これ以上迷惑をかけられたらたまらない。ミホロはこの近くまで来ているのだ。ならばこちらから探してやる。やめといた方がいいと思うよ、俺は。向こうはこちらが怖がっているのと思い込んでる。そこを逆方にとって仕返しをしてやろう。わっ、なんだ、聞き慣れた着信音だ。ナルミのものではない。自分のスマホの LED が点灯している。え、ナルミのスマホがない。並べて置いていたはずでは。おれ、部屋の中おるぞ、ナルミがおるぞ。液晶にはポップアップでフロームナイルベーブルと表示されている。このアドレスは確か、ああ、ちょっとメールを見ろって言わんばかりに並べてこないで、選択肢多くても一つしかないぞ、お前やめろ。見ちゃった、来た、もうすぐ近く。そうか、来たんですか。わあ、遠くの方でスマホ着信音が聞こえる。なるみのものだ。なんで近くに来ているなら、この音で居場所を知られてしまう。早く回収して止めなければ。あー、回数制限出てますね。どこだどこだ。こういう時ってだいたいベッドの下とかよくあるよね。ない。やばい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 。どこだ。あ、そうか、風呂入ったんだったら洗面所で、この近く、もしかして洗濯機の中一緒に入れたか。ちゃうのー、収納だな。あー、乾燥機はないと思う俺。乾燥機はやめとくわ。トイレ行ったな、そういや俺トイレ行ったな。収納だなとか入れたかな。じゃあ俺結構トイレとかに置き忘れるタイプだけど、この主人公は違った、この主人公は違ったぞ。やばい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 。え、どうするどうするどうする。やばいやばい、玄関なんかいてないもんな。風呂、トイレ、洗面所、浴槽に持っていくバカがおるか。そんなアホか、そんなわけないわ。めっちゃアカなってるね。ちょっとめっちゃアカなってるね。え、窓カーテンは開いてる、知らんわだ。あー、やばい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 。床かき分けろ、出てこい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 。ねえ、そこにいるの？いませんいませんいません。女の子だ、女の声だ。彼女がミホロなのか。いや、考えるのは後にしよう。今はこの場をやり過ごすことだけに集中しなければ。あっ、並びのスマホの着信。その音はすぐ背後から聞こえてきたように思える。振り返るしかないやん。
なぜこんなところに。さっきまでなかったはず。ふふ、やっぱりそこにいるのね。ねえ、開けて、開けてよ。やだよ。焦ることはない。鍵もドアガードも施錠もしているのだ。諦めてさっき行くのを待とう。そうさ。一向に諦める気配がない。開けて開けてと休む間もなくドアをいただいている。なぜ本来無関係な自分がこんな目に遭わなくてはならないのか。そのスマホを、このスマホを拾ったばっかりに。いや、わ、そうだ、冷静に話し合えばわかると思うんだよな。だってさ、俺何の関係もないじゃん。そうだそうだそうだな。話し合いで解決できるかもしれん。俺は結構トーク力があるもんやね。ハロー、彼女。僕のことがそんなに気になってるのかい。だったらこれから話し合いをしながら、話し合いのためにもちょっと外食でもどう。イタリアンが美味しい店知ってるんだ。喧嘩を出て迎えたのは、起き抜けのように乱れた茶の前髪からの見えるキョトンとした瞳だった。あ、無言でスマホを差し出すと、女を奪うように受け取り、両手で大層に包み込む。そう、やっぱり約束覚えててくれたんだね。え、約束？あ、女だ。なるみ、なるみ。女はこちらを見つめている。会いたかった、なるみ。違うよ、せつなけいすけです。ちょっと待って、なるみって、え、俺なるみじゃない。え、俺となるみって結構似たような人間だ。俺身長166センチやけど、なるみってはもう身長166センチ？そういうタイプ？結構中性的？男に見えるタイプ？人違いではないようだ。態度からしてこちらをなるみだと思い込んでいる。しかしなぜ？抱きつかれている。ちょっと、ちょっと、俺童貞だからそんなんで、ちょっと、興奮してくる。やめて。見知らぬ女になるみと勘違いされて。あ、ちょっと楽しもうかな。楽しもうかな。俺童貞やけ、こういうシチュエーションないけ、楽しもうかな。いや、いけない。上位に流されてはいけない。なるみじゃない。え？俺はなるみじゃない。女は、何気押し黙ってしまった。間違ったことは言っていない。誤解を解いただけだ。どう反応する？なんで。なるみはどこなの？知るわけがない。こっちが聞きたいぐらいだ。そうだぞ。てかお前がなるみじゃないんじゃ。俺がなるみだと思ってたのは何だったんだろう。で、どこなの。えっ、声が出ない。違う、声どころか。え、約束したのに。ナルミが約束を破るわけないのに。体が名前のように動かない。しかし面のように軽々と明らかに押し倒されてしまった。馬乗りになった女はブツブツと何かをつぶやきながらゆっくり首に手を回してくる。ナルミになればよかったのか。ナルミのふりをしていれば君は満足だったのか。声にならない。耳鳴りが聞こえてくる。女は締める力を強めるばかりで。なるみじゃないのに。何この電脳空間。1と0だけの集合体。ちょっと終わった。終わった。これ、これ何エンディングやこれ。これグッドエンドじゃないやろな。さすがに絶対こんなグッドエンドじゃない。狭いよじゃないわお前。何が狭いよじゃ。何歌始まっとんやおい。ちょっと待って、ほんと手探りだったわ。ちょっとあ、本当俺先が見えんわこれ。
黒ゲームの先が見えんわ。ウイルスなんか出てきてなかっただろう。一切できないわ。何このボカロっぽい歌詞。天使なんかおらんかったぞ。スキップ。何エンドじゃんこれ。薄れていく意識を遠くで、鳴海のスマホが鳴ったような気がした。バッドエンド。やっぱバッドエンドじゃん。なんだこれー。